2011年6月ストリート星誕生、8月 A ネーション出演、東京アイドルフェスティバル出演、9月初のレギュラー冠番組絶対アイドルドスタート、10月ウエストリートに新メンバー3名加入、そしてストリート生18人で初めてのライブ、11月アイドル横丁祭り渋谷公会堂、某日都内エイベックス本社、とあるプロジェクトを目前にストリート生18人全員が集結。投資になるプロジェクトに今なっているはずです。この2月のイベントで、世の中に発表していこうかなと思います。なのですごく夏の稼働っていうのが大事だし、みんなの力を集結しないとダメだっていうふうに思って、はい、メンバーは9名です。地域パレード。アイドルストリート。2010年6月12日、中野サンプラザ。スーパーガールズ。第2弾グループ地域パレード、そして第3期生全国オーディション開催決定、ベイビーキャリア、エイベックスアイドルオーディション2012。